はいどうも皆さんこんにちは、エルツです。今回なんですけども、さあ今日4月18日、まあ公式さんから、情報が出ましたということで、早速まとめていこうと思います。ってことなんですけど、今日はゴールデン企画天才第1弾の情報が解禁されました。それプラスというか、強駒パレードの情報も来ましたんで、新強駒のね、性能解説もしていこうかなと思います。ということで、はい、これですよ。ゴールデンウィーク逆転祭特別バック強駒パレードということでございます。はい。で、いつもと違うところとしては、ステップ2ですね。ステップ2のところで強駒が1体以上確定しますということですね。はい。まあ、言うても結構数いるんで、もしかしたらね、被りとか、あるかもしれないですけど、まあ、当たるといいですね、っていう感じです。はい。で、まあ、いつも通り、ステップ3では、新強駒1体をもらえますよと。で、今回の新強駒3体です。攻め、レイ、ミガット、グラット、神、マー、リュウ、それぞれ A 駒登場しますという感じですね。それでは、新強駒の性能解説をやっていこうと思います。まずは、神の A 駒、攻め、レイですね。はい。で、スキルが、リーダーオーラ。で、コンバート効果 50% アップと。で、コンボスキルも、混合条件でコンバート効果アップ 50% 上昇というふうになっております。まあ、これを見て、まあ、パッと思い浮かぶのは、まあ、パチュリーでしょうね。はい。もうパチュリーをみんながね、頭に思い浮かべると思うんですけれども、まあ、まあ、皆さんの察しの通り、完全上位互換ですよ。はい。HP に関しては、まあ、確かにパチュリーの方が高いけれども、3だけです。はい。言うて3だけ。なので、もう HP に関してはもうほぼ差がない。かつ、アタックこっちの方が55上です。はい。かつ、コンボスキルも、パチュリーは減少するほど最大 1.5 倍。ですから、こちらも固定で 50% アップということになっております。で、かつ、人道院です。このコマ、人道院なので、今回のカップ戦、でコストが下がります。はい。なんで今回のカップ戦結構コンバート強いんで、コンバートデッキでカップ戦挑もうかなって考えてる方は、まあ結構この駒欲しいっていう人多いんじゃないでしょうか。さあ続いて魔の映画もグラッドですね。はい。スキルが、特殊ダメージ、またね発動できます。で2ターンの間相手のキャラゴマ1枚につき相手の最大 HP の 1.5% 特殊ダメージを与えて最大で 3.5% と。コンボスキルもマタン条件ですね。で相手のキャラゴマ1枚につき相手の最大 HP の 2% の特殊ダメージを与え最大で 6% という感じになっています。まあ、スキルのダメージについてなんですけど、ちょっと微妙かなっていう感じがしますね。これ使うんだと僕はエイプリルウェーファーを使うかな。うん。あっちの方が、3ターンあるんで、もちろんダメージ量も高いし、あと、まあ、こっちは HP ゾーンで 1.5% って言うてそこまで高くない数値だと思うんですよ。で、まあ、こっちは2ターンで打ち切れるって良さあるものの、ユエファも言うて3ターン打ち切りしやすいんですよ。うん。上昇率が350って高いし、なんで2枚相手のキャラゴもあるだけで700出るわけなんで、結構序盤に打てるので、その方が僕は強いんじゃないかなと思います。ただコンボスキルは非常に、まあ、使いやすいですね。30周年叫ばすと同じコンボスキルということになっております。まあ HP 補正だったらこのコマはね結構輝きそうな気がしますね。はい。次、竜の A コマミガットでございます。はい。でこちら呪い打ちですね。でスキルが、竜弾で発動できます。で自分の手コマ2枚以上呪い状態で発動できると。で自分の手駒にかかってる呪いをランダムで2つ打ちしますと。でコンボスキルは、3枚以上呪い状態で、自分の最も呪われている手駒にかかってる呪いを3つ相手に移すということで、まあ使いやすいんじゃないでしょうか。うん。呪い打ちデッキにはまあ欲しい駒ですね。はい。で、HP だいぶ高めですね。これも神駒の HP だよね。これも竜駒の HP じゃないですね、これは。はい。で、ちょっと言い忘れてたんで言います。はい、こちら。さっきのグラッドなんですけども、インがシュラインなので、おそらくこいつもコストが下がります。今回のカップ戦で。はい。今回、マタンデッキもかなりいると思うので、マタンデッキで挑むっていう方は、
まあこの駒欲しい人いるんじゃないでしょうか。はい。それでは、次このガチャを引くべきかどうかについて、話そうかなと思います。このガチャは、まず僕はスルーします。はい。まず第一に僕はスルーします、このガチャ。まあ理由を話しますね。で今回その性能が発表されたわけですよ。はい、こんな感じでね。で、僕前回っていうか、も結構前か、1週間2週間ぐらい前かな、動画ですね、星のかけらの使い方っていう動画を、出させていただきたん、いただいたんですけども、それで僕強ゴマパレードに関しては性能によりますって言ったんですよ。で、まあ、この性能見て思ったのは、まあ、別にそこまで必須ゴマはいないなっていう感じはしましたね。うん、まず攻め例に関してなんですけども、コンバートがまあ揃ってる人は結構少ないと思うんですよね。コンバート組めないって言ってる人そこまでなんていうかな、少なくないと思うんですよ。なんでコンバートデッキ組めないであったりとか、普段そんなガチでコンバート使ってるわけじゃないっていう人まあ結構いると思うんで、まあ無理して狙わなくていいと思います、このキャラは。うん。で次なんですけど、グラッドに関してはまずこれもそこまでそんな強力な性能っていうわけではないし、そこまで無理してこれも狙う必要はないと思います。はい。で、これに関してはもう、あれですね。呪い打ちなんで、まあ、これもね結構、呪い打ちガチで使ってるという人少ないと思いますし、まあ呪い打ちってデッキタイプが、まあ現環境そんなに強くないので、まあ、これもそこまで無理して狙う必要はないと思います。はい。なんで結論としては、かけらに余裕がある人は引いてると思います。例えば課金して30個だけちょっと星のかけらを購入して10連だけ引きますとかいう人はね全然いいと思うんですけど、今星のかけら貯めてますとか、例えば超ゴマあるんですよ。この後オールスターフェスが来て超ゴマが来てっていう流れになる。はい。そして強ゴマピックアップありますよと。で、これが確かが、S ゴマ1対10確定ですね。初回10連が S ゴマ1対10確定となっております。はい。で、確かサービスが2回につき1回かな、結構お得ですね。はい。ってことなんで、まあ狙い撃ちしたいコマいる方はまあ引いてもいいんじゃないでしょうか。はい。続いてこちらですね。これ結構豪華ですよ。ゴールデンウィーク逆転戦特別ミッションということで4月24日から開始しますということなんですけども、ゲーム内に、登場するミッションをクリアすると、はい、ガチャチケットがもらえるらしいんですけど、それでこの黄金を巡る冒険ガチャスペシャルが引けるということですね。はい。で、ピックアップのキャラ6体います。アズリエル、ビクトリア、レグス、ローラン、ロスカ、ジェンイですね。はい。で、これはあれですね、通常のキャラじゃなくてあれですね、衣装替えバージョンですね。はい。アズビクレグスは、王冠バージョンで、ローランドスカジェンイは冒険衣装になっておりますということですね。はい。アズリエル2体目とか結構欲しい人いるんじゃないですか。神アズ作りたいとかね、いう人は2体目欲しい人いると思います。あとはジェンイ持ってない人はここで狙っておきたいですね。ここで引いておきたいかなと思います。はい。僕はロスカかな。うん。残りはね全部2体以上持ってるんで、あとロスカかな。そう、10日ロスカはまだ僕作ってないんで、まあロスカ来たらいいかなっていう感じですね。で、こちらなんとこの6体のうちから1体確定で出ますと。はい。まあ運がいい人ならね2体以上出ると思うんですけどね。はい。とりあえず1体は絶対出てきますってことなんで、まあこれは引いておきたいですね。はい。で、僕これ気になったんですけど、黄金を巡る冒険ガチャってこと、これはどうなのか、季節ゴマって入ってるんですかね。その黄金フィギュリーとかアラジンとかね、そのあたりが入ってるかどうかもちょっと気になりますが、入ってるんだったら結構豪華。はい。そして最後ですね、これ僕個人的に一番楽しみこのオールスターフェスとか、あ、これの次に来るあのオールスターフェスとか、その今回の強ゴマとかよりも僕こっちの方が楽しみです。はい。4月30日21時から KJ さんがですね、まあ、我らが KJ さんが、生放送にてセカンドシーズンの情報を、お届けしてくれるよということですね。はい。
まあいろんな情報はね出ると思うので、皆さん多分見に行く人多いんじゃないですかね。はい。で多分ここでね超グマのちょっと PV とかね流れたりとかすると思うんで、すごい楽しみですね。はいはい。で最後に、僕からちょっと告知させていただきますということで、こちらをちょっと見てほしいんですけど、ドンってことで、はい、まあ動画のサムネがね4つほど並んでると思うんですが、はい、まあ先ほども言った通りですね、セカンドシーズンが間もなく幕開けになるわけですよ。そこで、僕のチャンネルでもちょっと企画やろうかなと思っておりまして、セカンドシーズンに関する動画を、投稿しようと思っております。はい、まあ、企画4つありまして、まずファーストシーズンの最強キャラランキングですね。はい、ファーストシーズン中間のランキングを僕1回ね出したんですけど、まあだいぶ皆さんから好評をいただけたようでまあ今回その決定版ですね。はい。で2つ目がセカンドシーズンの、まあ、全体的な予想ですね。大まかな予想というところでして、まあ新要素であったりとか星のかけらもらえるんじゃないとかねそういうことにいろいろ、まあ、セカンドシーズンの全般的に、まあ総合的にね予想していく動画ですね。で3つ目が、超ゴマ新スキルですね。まあ一応その2つ目の動画ですね、これでも触れるんですけど、まあここではより深く超ゴマ新スキルについて予想していこうかなと思います。こちらなんですけど、新スキルの案とかを、募集したいと思っておりまして、はい、失礼かつ、まあちょっとお待ちください。はい。で、最後4つ目なんですけども、スキルバッジですね。適用されるのは誰かなということで情報くるんじゃないかなとか、まあ、性能アップ性能ダウンとかね、いろいろ予想していければなと思います。はい。ということで皆さん結構ね気になってるんじゃないですか、この4つまずこのランキングに関してはね、もう皆さん結構重要あるみたいだね、結構見てくれる人もね中間の時点で多かったんで、今回も結構見てくれるんじゃないかなと思うんですけど、セカンドシーズンのね情報結構皆さん気になると思うんで、まあ予想して楽しみましょうといったところですね。はい。そして言いました、この3つ目のこの新超ゴマ新スキル予想で、新スキル案を皆さんから募集しますっていうことをね、まあ言ったんですけど、このコメント欄でもう、書いて欲しいです今日のこの動画のコメント欄にもすでに書いていただいて構わないです。なんで今日から募集しましょう。はいもう今勝手に頭の中で決めました。はい。ってことで皆さん、ぜひ新スキル案とかあったらぜひ書き込んでください。動画内でね紹介させていただきます。ということで、また次回お会いしましょう。